前回下関から船に乗って釜山に上陸した僕ドスコイ、釜山でも観光地には行かず釜山と釜山じゃないところの境目で一人で盛り上がりました。今回は韓国の国鉄でソウルとソウルじゃないところの境目を目指すんですが、どうやら釜山駅まで戻る時間がなくなってしまったようです。ドスコイはソウルにたどり着けるんでしょうか。プサンとプサンじゃないところの境目を見終わったのでプサン駅まで戻ってきましたと言いたいところなんですが、時間がなくなったので僕が乗る電車の次の駅、次に停車する駅、そうプサン降りてその次に停車する駅がね、このクポって駅なんですけどね、その駅に来ました。ちょっと分かりにくいと思うので地図で説明すると、さっきまで僕はここでプサンとそうじゃないところの境目見学をしてたんですね。でここにある釜山駅から発車する電車のチケットを持ってたんですけど、そこまで行く時間がなくなったのでこの電車の次の停車駅グポ駅から乗ろうと企んでるわけです。わかりますかね。もう釜山まで戻したらね間に合わないんですよ。だからもう次の駅から乗り込むってことにしたんですね。まあ多分できると思うんですけどね、有効なチキッパ持ってますからね。ただ釜山始発駅から乗らないっていう、乗るって言って駅から乗らないっていうだけのことなので多分行けると思うんですけど、このグポ駅さあ乗れるんでしょうか。一応ね駅員さんに聞いてみようと思います。僕のねほとんどない韓国語力、もうほんと片言の韓国語だけ僕は話せるんですけど、それでちょっとそれを駆使してねちょっと聞いてみようと思います。チョギョ、どうぞ。이천차여기서탈수있어요응부산쿠포탈수있어요응이번호별탄데요감사합니다예고맙습니다やった韓国通じたし乗れるしも最高です。乗れることが分かったので案内板を頼りに乗り場に向かいます。この駅ネット予約に対応してなかったし、もっと寂れた駅かと思ってたんですが、利用者も多いしっかりした駅でびっくりしました。今回乗るのはこの電車、各駅停車が走っていないこの辺りの区間では一番遅い電車ムグンファ号です。これに乗ってソウル近郊エリアの南の果てチョナンというところに向かいます。席は運悪く通路側、景色がほとんど見えません。さっき言ったばかりのプサンの境目を通り過ぎました。ほら今ギリギリプサンじゃないガソリンスタンド見えたでしょう。味わい深いです。ってことでソウル以外の場所では一番遅い電車ムグンファ号に乗ったんですけど、窓側じゃなかったんですよね。結構前から予約したんですけど、まあ、前って言っても1週間ぐらい前ですけど、景色が見れないのでこのここの場所に来ました。これ分かります、これあのスーツさんがよくいる場所ですよね。何なんですか、もう客車、客車は客車だけど席ではなくて、このねあの、まあ、ちょっと言葉出てこないですけど、あの字幕つけます。僕らだったらねこうやってほら景色が見えるんですね。そう、これでね時々こっちに来て景色見ようと思います。こチケットね、はい、釜山からねチョンアンってとこまで乗ります。まあでも釜山はねちょっと釜山の中心部から離れるともう何もないですね。もう田舎ですねこれね。田舎とかも山ですねこれ。あの昨日乗ってきたあの広島とか山口とかの田舎の方の景色を思い出します。ひたすら同じ景色、もうそれはバンコク共通ですね。うん、あほら今ちょっと家建ってるんですけど、これも日本とねあんま変わらないっていうか、ちょっとお墓の形が違ったりするんですけど、ほらなんかちょっと違うでしょ。ちょっと違ったりはするけど、でもパッと見なんか日本と変わらないですね。あーこれをね座りながら見たかったな、残念。ひたすら続く田舎の景色、どうですかこれ。パッと見日本と変わらないですよね。よく見ると様子が違うんですけど本当に似てます。しばらくすると大きめの町に到着しました。テグです。韓国の新幹線 KTX に乗ると東テグという町外れの駅に着くんですけど、在来線だと町の中心に着くのでテグの本気を見ることができます。
韓国の南の方で大都市といえばプサンとテグ。日本での知名度は今一つですが、テグも地下鉄やモノレールが走る大都市です。味わい深いタワーマンションが建ってます。テグの本気です。テグを離れるとまたこんな感じの景色になりました。これは山口県ではありません。よく見ると外国の景色です。よく見てください。韓国の日本のようで日本じゃない不思議な景色。パラレルワールドに迷い込んだみたいで、インドとかとはまた別次元の魅力があります。列車は3つぐらい駅を飛ばして停車で、また3つぐらい通過して停車ぐらいの間隔で進んでいきます。一番遅い特急の割には結構駅を通過するんですよね。この通過した駅に止まるムグンファゴンもあるみたいなんですけど、多分1日数本しか電車が止まらない駅とか普通にあるんじゃないですかね。各駅停車がないっていうのは本当不思議です。テグを出て1時間ぐらいでしょうか、また大きな街が姿を現しました。テジョンです。テジョンは韓国の真ん中の方に位置していて、日本でいう名古屋のポジションです。駅ビルもどことなく名古屋っぽくないですか。気のせいですかね。テジョンを出てまたしばらくするとソウル首都圏の端っこチョナンに着きました。はい、電車に乗ること3時間半。めちゃくちゃ長かった。まあね、岩国から下関越えました。このチョナンという駅に着きました。まあ、この駅はね、各駅停車が走ってるんですね。この駅から、この駅までは各駅停車ないんですよ。今僕ね、特急乗ってきたでしょ。あの特急しかないんですよね。だから一番遅い特急ムグンファ号ってやつに乗ったんですけど、こっからはね、ちゃんとソウルまで行く、まあ、通勤電車というか、うん、あの直通する各駅停車が、ね、走ってるんですよ。だからここがそのソウルの都市圏の一番端っこになるのか、南の果てになるのかな、ちょっと分かんないですけど、でもまだ結構ありますけどね。ここまだソウルの隣のキョンギ道でもないですからね。そのさらに隣の道ですか、都道府県ね、道ですからね、結構距離あるんですけど、前言ったの東京の東海道線で言うと熱海みたいな感じかな。あそこもね、熱海からその東京に向けての快速いっぱい出てるでしょ。なんかあんな感じかと思うんですけど、この諸南って駅ね、この漢字で天安って書くんですけど、だから偉いでしょ。僕ちゃんと謎ルール守ってるんですよ。できるだけ遅い電車で行くっていうね、まあ、快速とか各駅電車に乗って行くっていうね、ルール守ってるんですよ。ここまではね、特急しかないから、その特急はまあ、しょうがないから乗ってきたんですけど、ここからちゃんとね、そのルール通り各駅停車か快速電車しか乗りません。で、今からこのまあ各駅停車に乗って、そのソウルとソウルじゃないところの境目に行きます。もうこんな旅行する人いないですよね。まあ、僕はね、もう根っからの変態なのでね、境目好きの変態なのでね、それを貫き通そうと思います。まあ、ソウルとソウルじゃないところの境目気になりますよね。ちょっと行ってみます。しばらくするとやってきました。ソウル方面に行く特急じゃない普通の電車です。しかもこれ僕の好きな急行でした。 Rapid って書いてあるでしょ、これ急行なんですよ。ちなみに韓国語で急行はグペンと言います。停車駅はこんな感じ。赤いのが急行です。結構急行停車駅多めなんですけど、2つ駅を通過する区間とかもちょくちょくあるし、まあ東急東横線の急行よりはマシじゃないですかね。こんな感じで駅を通過していきます。日本人にとったらこんなのよくある光景ですけど、こういう快速とか急行って海外ではないところの方が多いんですよ。各駅停車しかない、もしくは特急と各駅停車しかない場合が多いです。しかもこれ複々線なんですよね。ソウル近郊の電車はかなり僕好みです。ちょっと見えにくいですけど、高い建物が増えてきました。ソウルはもうすぐです。1時間半ぐらい乗ったから電車、やっとソウルとソウルじゃないところの境目がある駅、ソックスっていう駅に着きました。てかめちゃくちゃ寒い。さあこれ駅白いでしょ。もうソウル寒い、やばい。今僕いるとここね、一応ソウル市内なんですよね。なんですけど、これね、もうちょっといたところにね、ソウルとソウルじゃないところの境目があるんですよ。気になりますよね。行ってみます。はい、着きました。ここです。この道です。ここがね、ソウルとソウルじゃないところの境目なんですよ。この道のこっち側はソウルで、
こっち側はソウルじゃないんですよ。味わい深いでしょこれね。どうですか、これ大きい道でもないし川でもないし山でもないでしょ。ただの道なんですよ。なんですけどこっちは首都でこっちは首都じゃないんですよ。どうですか皆さん、どうですか、テンション上がってますか。え、上がってないんですか。 なんでわからないんですか。これ味わい深いでしょ、ね、首都か首都じゃないかの境目なんですよこの道。ちょっとね、夜になったからちょっと分かりにくいところもあると思うんですけどね。だからみんなね、皆さんテンション上がらないんだと思うんですけど ね、どうですかこれ、ただの道でしょこれ。なんですけどこれはね、もう何回も言ってるんですけど、左はソウル、右はソウルじゃないんです。どうですか。結構ね、ソウルの人ってね、調子に乗るんですけどね、まあ、今はどうなのかな。少なくともね、10年前はね、ソウルの人って結構調子に乗るんですよね。ソウルに住んでるってだけ結構調子に乗ったりするんですよ。この道の左の人は結構調子に乗る感じで、右の人はね、ソウルじゃないから、そういう理由では調子に乗れないんですよね。この辺のご近所のその関係とかどうなってんだろう。会話とかするのかな。片方はソウル在住で調子に乗ってね、右の方のこのマンションの人たちは調子に乗れないんですよ。キョンギドなんですよね。まあ、キョンギドでもまあソウルに近いから別に調子には乗れると思うと、まあ、どうでもいいと思うんですけどね。まあ、最近はね、ネットが発達してるからね、あんまそういうのもないようには思うんだけど、どうだろうな。でもおじいちゃんおばあちゃんとか未だにね、やっぱ調子乗ったりすると思うんですよ。こっちの人はね、こっち側の人はソウルに在住だから、まあ、これ家じゃないけどね。でももしかしたらこっちはソウルじゃないけど、もうソウルにだいぶ近いから、そのソウルに近い割には安いのかもしれない。あの家賃とかどうだろう。多分ね、こっち側とね、こっち側で家賃だいぶ違うと思いますよ多分。ソウル市かソウル市じゃないから多分違うと思いますよ多分。多分ね。これね、あの標識ないんですけどね、ここね、それがちょっとね悲しいんですけど、向こうにねあるんですよ、ほら向こうにほら。ちょっと見えないけど、あ、ウェルカムとキョンギドみたいなこと書いてあるんですよあれね。ちょっと見えないのが申し訳ないんですよ。ちょっと見えないのが残念なんだけど、あれ書いてあるんですよ。うん。でも、まあ、あの看板はあそこに出てるんですけど、僕が調べた限りではね、ここが境目なんですよ。うん。あ、ネイバーマップっていうのがあるんですけどね。それで、こっち側をね、長押しするとソウルって出てきて、こっち側のね、この辺をね、長押しするとソウルじゃないキョンギドって出てくるんですよね。だからここやっぱりね、境目なんですよ。うん。皆さんもし、まあ、興味あったら調べてみてくださいね。このソックスっていうね、石に水って書いてソックスって読むんですけど、ソックスの駅の前のこの道がソウルとソウルじゃないところの運命の分かれ道です。でね、まあ、今回の旅行ではね、その境目に来たら、その今までいた場所の名物みたいなものを食べるっていうね、謎ルールがあったじゃないですか。まあ、なんですけど今回はね、キョンギドってとこから側から僕は今来たんですけど、電車に乗ってね。なんですけど、そのキョンギドってね、特に多分名物あるのかな。ソウルとね、キョンギド多分同じような文化だと思うんですよね。あの東京の多摩地区と23区みたいな感じだと思うんですよ。だから文化は一緒だと思うんですよね。なのでちょっと今回ね、プサンでね、あの特急列車乗ったでしょ。あの特急列車乗る前に、あのね、韓国風の餃子、マンジュって読むのかな、これ買ったので、これね、あのトッポギっていうねやつあの知ってます。お餅でちょっと赤いこういうのにつけて食べるんですけど、それと一緒に買ったので、なぜかその餃子もね、トッポギのその赤いソースのところに入れられちゃったんですけど、でもこれ美味しいんですよ。ちょっとそれをね、今食べようと思います。何の意味もないんですけど、とりあえずこれ食べます。これはね、はい、じゃあ餃子食べます。これなんかすごいでしょ、これ餃子に見えないでしょ。これ餃子なんですよ、韓国風でね。中もね、ちょっと1個食べたんですけどね、あの日本の餃子なんか全然違います。ちょっと雰囲気というか、なんか食感とか味とかね。じゃあ食べます。ソウルじゃない場所からソウルを見て食べます。はい、今僕ね、ソウルじゃないところにいるんですよ。なんですけど、あの向こうにあの黄色い看板はソウルなんですよね。それを見ながら餃子を、プサンで買った餃子を食べるという無意味な動画です。はい、美味しい。やっぱソウルとソウルじゃないところ境目食べる餃子はね、ソウルじゃないところ食べる餃子よりも味が香ばしく思えるわ。本当ですよ。はい、ってことでね、もうあと残す境目はもう北朝鮮と韓国の境目だけになりました。すごいですね、僕2日前からずっとね、電車の旅してきてるんですけど、なんか僕何してんだろうこの2日間
こんだけね、電車に乗ってね、長い距離移動してんのにね、観光地ほとんど行かずにね、尾道ラーメンぐらい食べたかな、まあ、あれ一つの観光、一種の観光だったかもしれないですけど、もう観光地もほとんど行かずに、境目ばっかり行ってね、で、この右手、左手の小指負傷してね、僕は何やってんでしょう、この2日間ね。それ頭おかしいですね。やっとソウルまでね、来れたということでね、僕なんか今すごい嬉しいです、なんか。こんなね、意味不明な旅したことないですからね。うん。はい、ってことでね、ホテル行きますね。寒いわ。マフラーしても寒い、本当に。ということで、ホテルに向かいます。ただ今回ソウルで予約したホテル、まさかのあれだったんですよ。次回に続きます。気が向いたらチャンネル登録してみてください。